哲学探求は、ルートビヒウィトゲンシュタインによって執筆され、死後の1953年に、アンスコムとリースによってまとめられた遺構が出版された、著作である。同書は、分析哲学において、絶大な影響力を持つ。20世紀の最も重要な哲学書と評価され、オックスフォード学派を支配し、プラグマティズムと密接不可分な日常言語学派の、 形成に決定的な影響を与えた。ウィトゲンシュタインは論理哲学論考で示した前期の思想を1933年の青色本と茶色本で転換した。本書、哲学探求は高級ウィトゲンシュタインの思想が示されている代表的な著作であり、言語ゲームや家族的類似性、規則に従うこと、指摘言語の不可能性、 思考性等の重要な概念について考察されている。かつて、哲学探求とも訳されたが、言語をそのまま分けすると、哲学的研究が最も近いものとなる。日本語訳者が、その表現を嫌い、哲学研究と訳したもので発表しようとしたものの、研究より探求の方が良いのではないかと迷い、その結果まず件の文字だけ直したものが定着したという逸話を持つ。 ウィットゲンシュタインは言語ゲームの概念によってあらゆる問題が分析できることを示している。世界とは物によって成り立っている世界ではなく言語ゲームによって成り立っており、すでに価値や行為が言語と結合して存在していると考える。ウィットゲンシュタインは言語が完全に独立して存在することはできず、あらゆる語は何らかの言語ゲームにおいて使用されることで意味を持つ。ここに 家族的類似性を乱すことが可能であり、ウィトゲンシュタインは従来の哲学で議論されてきたような行為や認識の主体を定義することなく、言語ゲームの中で自ずと感覚や感情、理解や信念が発生するものと捉えた。さらにウィトゲンシュタインは規則の問題について発見している。それは文法は言語の使用を決定できないという命題に関する問題である。 ウィットゲンシュタインの見解によれば、言語ゲームにおける言語の使用には何の根拠もなく行われるものである。つまりある特定の言語の使用が文法という規則に従うことも逆らうこともない。後から規則に従っている、または逆らっているということは可能であるが、本質的に言語行為は規則から発生しているわけではない。 このような、ウィトゲンシュタインの立場はこれまでの哲学の研究に、全く異なる視点を提示している。ウィトゲンシュタインは、このような哲学的考察によって破壊できるものは、単なる現影と述べており、この現影を破壊することによって、言語の根底を明らかにすることが可能となると、論じている。ありがとうございます。